LSM6DSOX でどのようなことができるのか、デモをご紹介したいと思います。使用するのは、このセンサータイルドットボックスという評価ボードです。このセンサータイルドットボックスには、LSM6DSOX をはじめ、各種センサーや低消費電力 32bit マイコン、STM32L4、Bluetooth Low Energy モジュール、リチウムポリマー電池など、ウェアラブル機器や IoT センサーノードに必要な機能がすべて搭載されています。このセンサータイルドットボックス上の LSM6DSOX で様々な機械学習コアのサンプルを試してみることができます。では実際に動かしてみたいと思います。現在、このセンサータイルドットボックスは Bluetooth でこちらのタブレット端末に接続されています。この一覧にある通り、アクティビティ検出やジムアクティビティ検出、振動レベル判定など、様々な機能を LSM6DSOX 内蔵の機械学習コアで動かすことができます。代表的なアプリケーション例でもあるアクティビティ検出を動かしてみましょう。これで機械学習コアによって生成されたディシジョンツリーが LSM6DSOX に書き込まれました。すでに動作を開始していますので、センサータイルドットボックスを持って歩いている風に足踏みをしてみます。すると、このように表示がウォーキングに変化しました。次は走るときのようにピッチを上げて足踏みをしてみます。表示がジョギングに変化しました。そして立ち止まるとスチルとなり、立ち止まっている状態を検出します。同様に自転車や車に乗った場合も検出できます。これはそれぞれの動作や状態を記録した加速度センサーのログデータから事前に機械学習を行い、その学習結果として得られたディシジョンツリーが LSM6DSOX 内で動作することで判定結果を得ています。しかも今ご紹介したアクティビティ検出の例では、センサー自体の消費電流に加え、わずかプラス4マイクロアンペアでこの判定を行うことができるため、マイコンにソフトウェアで同様の検出アルゴリズムを実装する場合と比較して、100分の1以下の消費電流で動作させることができます。なお、動作に必要なソフトウェアツールはすべて無償で ST が提供しています。機械学習コアを活用したアプリケーション開発をすぐにスタートできるセンサータイルドットボックスをぜひご活用ください。